い、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでストーリー進めていきますか。これ次のストーリーかな。パステルランニングスニーカー。これスニーカーなん？マジで？ヒールっぽく見えたけど気のせいか。はい、開始。一章三話、特別のアリス？すごい！さすがエナ君、いいクロージーだったね。なんだこのアリスは。このマナの輝きは一体？確証はないが、お前のアリスは他と何かが違う。にゃやっぱりエドガーにもわかるんだね。おい。アミナ、俺ともクロージーで勝負しろ。あ、かわいい。いいだ。そのアリスの秘密、明らかにしてやる。エドガーのアリスは気品があって、しかもとってもクールなんだ。アリスってオーナーに似るのかな？クロージーテーマは爽やかでリラックスできるコーデ。手加減は無用だ。まあ、その本人の趣味が反映されとるわけやけん、似るっちゃ似るやろうね。爽やかでリラックスできるコーデ。うん、ヒント。テーマにはスタイルの他にジャンルが設定されることもあるよ。検索してみようか。カジュアル。ジャンルに一致した衣装が右に表示されたね。よし、着せ替えてクロージーに挑戦だ。フレッシュチェックスカート。あ、かわいい。すげえボリューム。フレッシュチェックブラウス。フレッシュチェックヒール。おー、いいね、いいね、いいね。ほんと爽やか。フレッシュチェックヒールさっき履いとったやつや。うん、ほら、やけんね、みんなさ、この相手のアリス、クロージーになった途端にすげえ地味になるんやって。こう、ストーリー上めっちゃ可愛い格好しとったのにさ、どうした？確かに爽やかなんかもしれんけど、でも私のマーガレットの方が圧倒的に可愛い。もうめっちゃ可愛い。てか目に光宿ってないもん、みんな。クールは向こうかな。イエーイ。何これ。最後にアリスのスキルによりボーナスが加算されてトータルスコアが決まるんだよ。あやけんスキルをアップしていった方がいいっていうことなんか。もうメーターが上がれない。称号クールな店主エドガーを。このさ、文字がすげえ速さで消えていくのは一体何なん。ハート上限51、51。全然上限アップしてないよ。それオーナーレベルがアップしました。やった、ハート50個ゲット。そうか、オリジナルアリスだな。にゃあ、さっきから君はなんで間に入ってくるんだい。そう、アイナ君はオリジナルアリスシードに選ばれた。正真正銘、オリジナルアリスのオーナーなんだ。なかなかやるな。そしてよく懐いている。オーナー歴は浅いと言っていたが、すでに信頼関係が築けているようだな。おう、嬉しそう。選ばれた人か。すでにシッからも聞いてるんだろうが、オリジナルアリスは希少価値の高い。いや、高すぎるものだ。それを持っているということで、今後苦労する場面も多くなるだろう。誘拐されたりとかするかの。俺の連絡先を教えておいてやる。困ったことがあったら連絡しろ。すげえ上から。ありがとうございます。にゃ、何、どうした。どうやらあるな、本当にマザーツリーに選ばれた特別な人間のようだ。ひどいよ。だから僕は初めからアイナ君はすごい人なんだって言ってるじゃないか。ま、説明が足りんのよ。お前が言うとなんだか軽々しく聞こえて真がわからなくなるんだよ。アリスサロン。さて、俺はサロンの方があるから、そろそろ仕事に戻るぞ。エドガー、アイナ君が元の世界に戻る方法、わからないかな。いや。まあ、別世界があることを信じてなかったぐらいやけんわからんやろ。知らんな。そんな夢物語は聞いたことがない。だが何かわかったら、アリスミラーに連絡をしてやる。ありがとう。エドガー、僕たちはもう少しジョーカーを歩いて、情報を集めてみようかな。じゃあな。ジョーカーを見て回るなら、クロを連れて行け。役に立つかもしれない。なんで？犬じゃあるまいし。ん？や！じゃあね。また来るよ。かわいいな。しかし、本当にこの子って君にべったりだね。ますます懐いてるんじゃない？みんなのアリスはこうじゃないの？いや。君のアリスは特別だよ。ところで、
エドガーも言ってたことだけど、ワンダーランドでオリジナルアリスって本当に希少価値が高いんだ。オーナーの中には犯罪に巻き込まれないように、アリスの存在を完全に隠してもいるって聞いたこともある。つまり。だからさ、君も厄介なことに巻き込まれないように気をつけてほしい。もしそれが難しいようなら、アリスを誰かに譲るってことも。せっかくこの子が私を選んでくれた。そっか、そうだよね。よし。そうとなれば僕もバックアップするよ。僕に任せて。できることは何でもするから、僕のこともたくさん頼ってね。うん、心強いよ。本当に心強いかな。さてと、僕ね、この城下町でもう一箇所行っておきたいところがあるんだ。どんなところ？きっと君も気に入るところだよ。お、遊び方のおさらい。あ、ここからはもう自由ってこと？ストーリーを進めよう。マイページのストーリーボタンから物語を進めよう。で、着せ替えをしよう。アリスをおしゃれにコーディネートしてあげてね。衣装を集めよう。ガチャやクロージーで勝利して衣装を獲得しよう。わからなくなったら各ページのハテナボタンを確認するか、マイページのメニューからヘルプを見てみてね。交流のところ。あ、あれか、エドガー。あいな、俺だ。あ、なんか今までの交流がなくなっとる。私が変身してないうちに。俺からのメッセージ、届いているなら返事を頼む。お前がアリスと仲良くできているのか気になってな。届いてるよーって返して。あ、なるほど、選べるんやね。そういう感じか。仲良くしてるよ。まあ、じゃなかったらあれか、返信困るか、向こうも。ちゃんと既読がつく。ならいい。アリスにとってお前だけが頼りなんだからな。うん。オッケー。さあ、それじゃあ、まだミッションが解放されてないよね。なるほど。じゃ、とりあえず、ガチャ回そうっと。こっちの無料1回コインガチャ。星2から5の衣装が当たる。コインガチャでもちゃんと星5の衣装とかがあるんやね。うんうんうん。ガチャの種類は3種類。じゃ、とりあえず、セイラに裁縫を依頼しますか。はい。さあ、かわいいのをください。かぶってなかったらいいな。ブラックコルセットヒール。ブラックコルセットヒール。ああ、なるほど。これの、何？これのセットのうちの一つってこと。じゃ、これを集めていかんといかんのやね。なるほど、なるほど。そしたら報酬がもらえると。プレゼントじゃない。それじゃあ、着せ替えで。さっきゲットしたのは、このノスタルジックチェリーサンダル？あ、これセットじゃないん？このスカートと。違うんかな？なんかそんな感じするよね。いいね、いいね。とりあえず、頭、髪飾りとかも全部ここかな。マーガレット髪飾り。ああ、今つけとるあの2つのマーガレットのやつか。なるほどね。こういう、あ、違う、間違えた、保存する。はい、オッケー。さあ、それじゃあ進んでいく？ストーリー。次もらえるのはウォームウィンターニット。急に冬になる。急に冬になるよ。衣装4話、ミセス、なんて、メイル？もうすぐ目的地だよ。今日も普通に営業してると思うんだけど。営業ってことはお店？まあ今まで全部店関係の人やね。うん。そうだよ。それがとっても素敵なお店でね。アリスの、何？待って。ちょっとクロ、いきなり走り出してどうしたのさ。とにかく追いかけなきゃ。もう。やっと追いついた。あ、服屋さんばっかりやね、なんか。まあ、着せ替え系やけん、そうか。バッグとかも置いとるっぽい。クロ、どうしたの？にゃにゃ。ん？あ？あれを。なあ、ばあさん、いいじゃねえか。あんたの持ってるとっておきってやつを預かってやるよ。違うんじゃないかしら。ミセス・メルルか。私はあなたたちに預かってもらうものなんて一つもないわ。あ？ミセス・メルルだ。知り合いなの？うん。とても優しいご婦人でね。今から行こうと思っていたお店の店主だよ。
でもなんだか穏やかじゃない雰囲気だね。そう冷たくすんなよな。追い先短い人生だろ。まだ結構シャキシャキしとるよこの人。あんなもん今更大事に持ったって何の得にもなりゃしねえよ。何もタダでってわけじゃない。高値で取引してやるって言ってるだろ。まったく。お金でなんとかなる問題じゃないのよ。さっさとそこをどきなさい。じゃあクロージーで勝負するってのはどうだ。あんた相当強いらしいじゃねえか。ほらほら、本能遊びだよ。相手してくれたっていいだろ。断固お断りよ。あなたたちに預かってもらうものはないって言ってるでしょ。下手に出てりゃこのババア調子に乗りやがって。二度とこの城から商売できなくしてやってもいいんだぞ。ね。そんな脅しで私は怯えないわよ。諦めて帰ったらどうなの。脅されてる。なんとかしなきゃ。急いで助けに行こう。でも危険だ。もう少し様子を見て急がないと。もう分かったよ。でもチャンスは一回だけだ。やるなら確実な方法で行こう。よし。まず君が奴らにクロージーを仕掛ける。もちろんいつも通り必ず勝ってね。奴らが君の強さに驚いてる隙を狙って僕が見進めるルを助ける。それでどうかな。その作戦でいいよ。ババア、いいから俺とクロージーしろ。こら。何するのよ、話しなさい。ちょっと待って。誰？なんだてめえは。部外者はすっこんでろ。クロージーの相手になるよ。てめえとやっても意味ないだろうが、俺はこのババアと。ん？お前素人だな。いいぜ、乗ってやる。勝てると思ったな。その代わり、俺が勝ったら何でもいいことを聞いてもらうぜ。あらあら、大変。あなたどうして？早く逃げなさい。ミセスメルル、こちらへ。アイナ君なら大丈夫。アーメイってとっても強いんだ。意識。後で後悔するなよ。ショートカットなんか。このアリス、なんだか元気がないみたい。こいつはそこらのアリスと一味違うぜ。クロージーテーマはカントリー風コーデか。いいだろ、勝負だ。カントリー風コーデかって何？誰が決めようテーマ。本人たちじゃないの。カントリー。なるほど、ノスタルジックチェリーワンピ、ノスタルジックチェリーサンダル。こんな感じ。着せ替え完了。これで勝てる？え、よくないよくない。え、ってことは、ちょ待って、コレクション。コレクションじゃなくて、コーデクリ、リセット、いや違う。そうじゃなくて、あ、なるほど、ここが満たされたら勝てるっていうこと？そういうことかな。ってことは、これに何かしら付け足していけばいいんじゃないかな。何を付け足していけばよろしい？フレッシュチェックスカート。条件が一致する衣装がないって何？それ自体は持ってないってことか。そういうことか。とりあえず服と靴はこれでいいかなとして、マーガレット・チョーカー。これの有無によって別に何も変わらねえ。大して何も変わらねえ。とりあえずつけとこう。いや、これ邪魔かな。あとは？これつけたらちょっとなんかアップしたね。え、あと、髪の毛。こっちの髪の毛の方がいいんか。え、あとはなんだ？なんか普通にこっちのさ、カントリーって言ったよね。カントリーって何なの？カントリーって何ですか？あ、こっちの髪飾りの方がいいんや。へぇ。全くわからねえぞ、私には。その良さ的なものが。これは別にどっちでも変わらんっぽいな。バッグを持ったら。どうなんこれ、満たされた？
満たされてないね。あと何が必要ですか。バッグは持ったし、ベルト？満たされたら何かしらつくんかな。腕飾り。あ、なるほど、そういうこと。私的には見た目超ごっちゃごちゃなんやけど、これでいいの？これでいいんですか？とりあえず勝てるコーデになったっぽいけん、いいんだろうけど。一応勝てるかどうかっていうのはあの時点でわかるんやね。なるほど、なるほど。ん？勝てるの？本当に。勝てるんですか？え、でも勝てるか。もうなんか最後のスキルポイントとかも入るんやろ、これ。負けてね、普通に。あ、コンプリートボーナスでめっちゃ一気に。一気に。そしてスキルボーナス。これなんかちょっとズルっぽい感じがするけど。まあ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 。やったー、勝った。勝ったー。アリスがレベルアップしました。今すぐコインを使ってスキルアップしますか？あ、じゃあまあ別に今すぐスキルアップしとくわ。はい。オッケー。これでいいのね。何？どうした？エドガーだ。アリスミラーがつながるか、試しに連絡した。試しかーい。なるほど。次は衣装を染色してみようか。こっちだよ。さあ早く。え、そんなことまでできるの？そんなことまでできるの？染色。これで色違いが作れるんやね。衣装や染色剤などの素材を使用して、色違いの衣装を作ることができるよ。下には染色で作れる衣装が、上には作るのに必要な素材が表示されているよ。うんうん。染色。ラブリーライブリー、ん？ラブリーライブリーワントップス。そんなもん持っとった？持っとった記憶がないんですけど。まあ、そういう感じ。あ、でも、ここの部分は私がやっとったの。そのまんまなんやね。ストーリー上あの格好になったっていうだけで。今回新しく増えたのこれやろ？え、なんかめっちゃ増えてるんだけど、いろいろ。ウォームウィンターに、あ、かわいい！このダボっとした感じ超かわいいやん。どうした？ちょ、一旦、違う。え、どうしよう。めっちゃかわいいんやけど。ちょい待ってね。ここで、ボトムス？サロペット。いや、でもこっちやね。サロペットやね。え、かわいい。クラシカルジャックソックス。どう？こんな感じかな。え、で、ちょっとさ、足元、ブラッククルセットヒール。なんかごちゃごちゃしすぎじゃない？アクセサリー、この辺外そっか。ベルトも外して、髪飾りはまあつけといていいとするけど、あと、足元なんか他についとる？いや、別につい、ラブリーライブ、D1 シューズ。こっちの方が合っとるか、色的に。さっきのソックスみたいなやつどこ？ここか。あー、どうなんやろ？ちょっと待って。あ、これやったらいいかな。こんな感じで。かわいい。かわいい。じゃあ、こういう感じで。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかあれなんかな、こういう、別に個人的にもいろいろとコーディネートをできるっていうのは、いろいろこう、なんていうの、世界の人とかともクロージーできたりとかするんかな、通信で。なんかランキングとかあったもんね。